エピックゲームズインクはアメリカ合衆国ノースカロライナ州ケイリーに本社を置くコンピュータゲームソフトウェアの開発及び販売企業。主にアクションゲームの開発を手掛けている。エピックゲームズの前身は1991年にティムス・ウィーニーによってポトマックコンピューターシステムズとして設立した。設立当初は メリーランド州ポトマックにある実家を拠点としていた。同年に最初の作品 ZZT をリリース、1992年初頭にエピックメガゲームズ、インクへと改組し、ビジネスパートナーとしてマーク・レインを招き入れた。1999年に本社をノースカロライナ州ケイリーに移し、社名をエピックゲームズへと簡略化した。エピックゲームズは、 ゲームエンジンのアンリアルエンジンを開発している。このエンジンは、フォートナイトやアンリアル、ギアズ・オブ・ウォー、インフィニティ・ブレードなど自社で開発したコンピュータゲームにも採用している。商用利用も可能であり、2014年にはギネス世界記録によって最も成功したゲームエンジンに選ばれた。同社は、子会社としてコンピュータゲーム開発企業である。 チェアーエンターテイメントやサイニックス、クラウドベースのソフトウェア開発企業であるクラウジーンを所有している。また、ワシントン州、シアトリやイングランド、ベルリン、横浜、ソウルにおいてサブスタジオを運営している。スウィーニーが発行済み株式の過半数を所持する一方で、テンセントがエピックゲームズのサービスモデルをゲームに移行させる目的で、 契約の一環として2012年に同社の48.4%の株を取得した。2017年にフォートナイトの人気モードがリリースされた後、同社はさらに多くの投資を受け、アンリアルエンジンの提供の拡大や、フォートナイトを中心とした e スポーツイベントの確立、エピックゲームズストアを立ち上げることができた。 2020年8月には同社の評価額が173億米ドルに達した。アンリアルエンジンはグラフィカルレンダリングやサウンド処理、物理演算といった機能が用意されており、独自のエンジンをゼロからコーディングする必要がなく、ゲーム開発者のニーズに合わせて幅広く適用できる。このエンジンは1998年にリリースされたファーストパーソンシューティングゲームアンリアルで、 初めて実装された。これまでにアンリアルエンジン1、アンリアルエンジン2、アンリアルエンジン3、アンリアルエンジン4がリリースされ、2021年後半にはアンリアルエンジン5のリリースが予定されている。エピックゲームズストアは、エピックゲームズが2018年12月7日に開設したデジタルゲームストア。ウェブサイトとゲームのダウンロードと、プレイに必要なスタンドアロンのランチャーの両方を、 ローンチ。ストアでは、基本的なカタログや友達リストの管理、マッチメイキングなどの機能を提供している。エピックゲームズは、ストアの機能をさらに拡張する計画を立てているが、議論フォーラムやユーザーレビューといった他のデジタル配信プラットフォームのように多くの機能を追加する予定はなく、代わりに既存のソーシャルメディアプラットフォームを利用して、これらの機能をサポートしている。 エピックオンラインサービスは、フォートナイトで使用されたシステムに基づいた無料の SDK であり、マッチメイキングやフレンドリスト、リーダーボード、実績などの機能を、マイクロソフト Windows、MacOS、PlayStation 4、Xbox One、Nintendo Switch 向けのゲームに実装できる。2020年5月、すべての開発者向けに提供を開始した。2020年8月に、 エピックはアップルとグーグルに訴訟を起こした。この背景にはエピックがモバイル版、フォートナイトにアップストアやグーグルプレイが提示している30%の手数料を反競争的な高速と独占的観光を使用しているとして、それらを迂回するための独自の課金システム、エピックダイレクトペイメントを実装したことが挙げられる。エピックの発表を受けてアップルとグーグルは フォートナイトを規約違反として、アップストアと Google プレイから削除した。フォートナイトの削除を受けて、エピックは両者に訴訟を起こした。ありがとうございます。